はい、ヨーブラザー白瀬ゴルです。今日は、新しいヘッドセット届きましたんで、これの、ま、開封の儀を行っていきたいと思います。こちらですね、キングストンっていう、ま、ゲーマーの中では有名な、ま、メーカーさんの、ま、ヘッドセットになるんですけども、これのクラウドリボルバー S っていうね、あの黒と白の色のものですね、使っていきたいと思いまして買いました。じゃあちょっと開けていきます。こんな感じです、はい、まずここのシールがあるんで、カッターでね、まで手でやってたんだけど、ちゃんとね道具を使うようにすごい高級感。何これ、ハイパーって思う。iPhone を開けるときみたいなピチピチ感ですね。すごい、おもちゃ感がないな。なんだろう、こういうなんか英語でサポートはもう英語ですね、全部、うん、日本語のサポートがないから、あるね、ちょっと書いてある。コントロールボックスのところだけね、オーディオとかコントロールボックスとかそういうなんか簡単な説明がぐらいは書いてある。 PC につなぎ方、 Mac につなぎ方、プレステ4へのつなぎ方、はいはいはい、では開けていきたいと思います。見えますね、これがコントロールボックス。おお、これをプレステ4につないでやるようですね。ね、布っぽくなってたやつも好きなんですよ。これ挿しておきましょうかね。プレステ4のコントロールボックス、ヘッドセットのコントロールボックスが反映されたと。これベラベラ剥がしてる。猫パンチさんのネタですけど、あー気持ちいい。あ、気持ちいい。あ、気持ちいいですね。あ、気持ちいいですね。あ、これ反対もありますね。あ、気持ちいいですね。そんな気持ちいいかって感じ。じゃあつけていきたいと思います。ここのね、密閉性がすごいんですよ。僕が他のレイザーとかいっぱい、そこがいっぱいあったんですけど、試着した時に、あ、すごいなって思ったのが、こうつけた瞬間に周りの音が聞こえなくなるっていうのがあって、あ、これは音漏れしないわって思って。で、結構頑丈そうじゃないですか、こう見た目が。で、重そうなんですけど、こうつけると耳がちょうどすっぽり入るぐらいの大きさで、耳が干渉しないぐらいの大きさですね。それぐらいの大きさなのに、こうつけた時の軽い締め付け感もあんま強くない感じで、長時間のあれも耐えれそうな感じがしました。で、これが電源つけた時の音の聞こえ方、 3D に聞こえたりするやつのなんかこう設定ですね、多分、うん、多分こう1個目のやつが一番良さそう。で、これが多分なんか 7.1 になるような、より 3D になるようなボタンで、これはミュートかな、さっきと説明違う、うん、バリバリ音量やばい、これ。音の聞こえ方ちょっと確かめてみますね。ダイブ感がやばい、すげえダイブしてくれてる。で、密閉性の低いやつだと、ここをこうギュッて押さえて、あ、聞こえやすくなるなっていうのがあるんだけど、これはそういうのがない。
ボイスがすげえ聞きやすい。ドロップ音がでかい。ドロップ音が超 3D なんだけど、しかもね、後方から聞こえてるか、聞こえてくる感じがいつもっていうか前に使ってたものより濃いですね。じゃ軽くミッションやってみようかな。じゃあ今日のところは、スキルのフリーロームやろうか。このスキルもフリーロームでやる。じゃあ爆撃機ビルドでちょっと爆発の音をちょっと確かめてみようかな。いけてる感じで。マイクのなんか性質とかは生放送とかでちょっと確かめていきますね。じゃあビルドチェンジ。あ、銃の音警戒。すごい。わあ、敵の銃の音もやばいね。よし、じゃあスティンガーハイブ。スティンガーハイブがどう飛んでいくのか。おお、すげえすげえ。すごいあっちの方でボーンって音が聞く。臨場感バナイですね。オッケー。全然臨場感が。サウンド こっからね聞こえてきました。今モブの声が、市民兵の斜め後方から聞こえてくる。よし、じゃあスティンガーハイブ紛れるよ。スティンガーハイブが刺さる音が、ああこう回転するとよくわかる。おお、爆発も適度に聞こえてくるね。これは素晴らしい。いいですね。いいですね。はい。今こんな感じでね、装着感はこんな感じです。はい。Amazon のまあレビューになるんですけど。まあね、アマゾンの星4ですね。で、説明書とかにはちょっと書いてなかったんで、このレビューとかを見て、あ、絶対梅原氏ですね。レビューとかを見て、使い方とか、ちょっと見てみるといいんじゃないですかね。こちら USB のオーディオコントロールボックス。この調整とか非常にね、手元でできちゃうんで、配信中とかちょっと声うるさいなとかって言われたりとか、調節がしやすいんでね、非常にいいのかなと思いまして。ほんとフレームね、頑丈なんだけど軽いんですよ。で、ミュートもね、ワンタッチでできますと。で、プレステ4でも一応何て言うんですか、対応してますとか、そういうことは一応書いてありますね。で、僕がね、結構気に入ったのが、やっぱりこれぐらいのスペックで付けやすさとか音がいいっていうのがあったのに、金額がね、非常に安かったっていうのがありますね。15,000円、まあ安いって言っても15,000円なんで、まあ、金額は張りますけど、これだけのスペックでこの金額っていうのはなかなかね、僕はないのかなって思って、これちょっと生放送でちょっと使ってきた時にね、ぜひ皆さん感想とかね、僕もこれ使ってるよとかってだったら教えてほしいなって思います。はい、ということで今日はね、梅原氏おすすめする今回のヘッドセットですね、ゲーミングヘッドセットの、まあ、開封とレビュー動画でした。ぜひぜひあのチャンネル登録の方と高評価の方ですね。あとは生放送の、ご
ご来場の方ぜひぜひ毎日やってますんでお越しください。ではまたお会いしましょう。バイバイ。